大運院は、京都市東山区にある浄土集計単立寺院。三号は、龍池山。本尊は、阿弥陀如来。通称、同格寺または、同格。秀吉の移転命令による、大運院後天正15年、大木町天皇の直命を受けるという形で、ただし安を解散として、織田信長の子、信忠の母代を弔うために、 信忠が打たれた二条信号書後に送検したのが、初めで、大運院という人員名は、信忠の本名から付けられた。しかし同年中に、都市政策を理由として、豊臣秀吉の命にて、四条寺町南に移るように指示され、天正18年頃に、四条に移ったと言われる。御用税天皇により、直眼書ともなった。また、境内墓地には、 石川五右衛門の墓があり、これは、処刑前に、支柱を引き回された五右衛門が、大運院門前に至った際、ただし安が陰道を渡した縁による。その後、たびたび、火災で消失し、明治初期に再建されたが、周囲が繁華街となったことで、1972年に、高島や京都天蔵省に伴い、東山区の大倉九八郎宮廷を解読して、再建した。 2014年、京都市下京区の河原町通り市場の発掘調査で、旧大海の敷地跡から豊臣秀治の供養棟の一部と見られる石材が見つかった。大運院は、秀治の切腹後、三条河原野で処刑された側室らを供養したとする文献があった。同じく、織田信忠の慰霊のために、明神寺にも同名の大運院が混流された。これには、 明神寺56世の宮典総威と総威の妹で信忠の奪かつ信長の側室であった寺徳院らが尽力した。二者は共に信長重臣であった滝川和正の子と伝わる。ここには二条城で九死に遺生を得た織田長正の子の長考が葬られたという記録がある。一方、同じ明神寺内の隣接地に1581年に 滝川和正と同じく宮典総委院が開いた陽国案を、和正の娘婿であった津田秀政が、慶長11年に再興し、陽国院と名付けて津田氏の菩提寺とした。1612年に総合院が、寛永12年に、秀政が90歳で死去すると、陽国院は、秀政の皇号にちなんで、長公院と名を変えた。 この長公院が1692年に隣接する大運院を合併したため、病心時大運院は現存しない。寺内は通常は非公開であるが数年おきに期間を限って公開され、公開の際は、祇園閣に登ることや、墓地の石川五右衛門墓所や織田信長らの慰霊碑の参拝もできる。書院の内部公開は行われない。京都。 東山花道路の期間中にライトアップされる、祇音閣、ありがとうございます。